やったいまーはあ疲れたーよーし早速ビール開けちゃおうああなたも飲むうんじゃあグラス持ってくるわはいどうぞ 乾杯ん、ん、んー疲れた体に染みるわーあ、そうだそうだ聞いて一大ニュースがありますいいことと悪いことがあるんだ。んじゃあ、いいことからね。実は、昇進が決まりました イェーイ頑張ったもんなー私。うん、ほんと頑張ったわ、いろいろ。職場の人にもさ、なんかやつれてますよ、とか言われるんだけど、そんなことないよね。<laughs> ねえ、褒めて褒めて。それでさ、悪いこと、なんだけど。 昇進に伴って転勤になるんだよね。はあ、ここもさ、思い出、結構あるじゃん。むしろ思い出しかないわけじゃん。行きたくないな 行きたくない。あなたとさ、部屋選びに来て、一目で気に入ってさ、どこに家具を置くとか考えて、どんな部屋にするか、二人でいっぱい話し合ってさ、一緒に買い物行って、結局私の意見なんて全然聞かないし。<laughs> 懐かしいよね。たまにさ料理作ってくれたじゃん私キッチンであなたが料理してんの見るのすっごい好きだったんだよねテレビ見てるふりしてずっと見てた、はああなたの料理久々に食べたいなあ ああ、どうしようここさあなたとの思い出ばっかりでさそこのソファーに座ってる姿とかたまに居眠りしてる顔とか一緒に晩酌してる時の大笑いした声とかお風呂上がりのちょっと濡れてる髪の毛とかなんかさ なんか会いたいな昇進したのめっちゃ喜んでなんかごちそうとかいっぱい作ってくれんのが目に浮かぶ <laughs> なんで先行っちゃうかな ねえなんででしょ教えてん <laughs> なもんあなたが一番聞きたいよねごめんごめんごめんだってさこんなに好きなのになんで会えないんだよ そんなこと言っても仕方ないの分かってるでもでも私頑張ったよねあなたがいなくなってもう仕事しかなかったんだよそれなのにそれなのにあなたとの思い出も一つ消えちゃうような気がして何のために頑張ってたんだろうなって 私弱っちいねたまには許してね怒ってる泣いてる笑ってる今あなたはどんな顔してるの教えて。 写真のあなたは笑ってるかわいい笑顔かわいいなねえ愛してるよずっと愛してる大好きだよ <laughs> えた <laughs> 今日はあなたと一緒に寝るたまにはいいでしょ写真だけど夢にさ出てきてよちゃんと前に進むからさだから今日だけ。 お酒もう一本開けるか。ね。